電電稲妻は、日本海軍の駆逐艦。一等駆逐艦、吹雪型、徳型の二十四番艦、e 型の四番艦、おぼろ型、吹雪型の後期型。この名を持つ日本海軍の艦船としては、雷型駆逐艦伝に続いて二隻目。ロンドン海軍軍縮条約により、駆逐艦は千五百トンを超える艦は、 合計排水量の16%までという制限が設けられ特の増産が不可能となり、電をもって建造が打ち切られた。スラバヤ沖海戦では撃沈された敵上組員376名を救助したことで知られている。詳細は口実。雷、工藤俊作の項目も参照のこと。電は 藤永伝造戦所で1930年、昭和5年3月7日起航。姉妹艦雷も伝と同日府の起航である。同年3月15日、建造中の吹雪が宅地艦4隻に対し、佐世保海軍交渉の1番艦に、赤月、舞鶴陽光工作部の2番艦に響け、浦賀選挙株式会社の3番艦に雷、藤永田選挙の4番艦、本艦に、 伝の冠名が正式に与えられる。伝は1932年、昭和7年2月25日に浸水、同年11月15日に竣工した。1933年、昭和8年3月4日、昭和三陸地震救援のため、第六駆逐隊艦上官がみなりと共に、釜石へと急行し、6日には盛んに入った。1934年、 昭和9年6月29日、最終東南方で演習中に、両艦新設に衝突、三行は沈没。電は一番砲塔以前の監視部を喪失し、歌詞官一人が死亡している。軽巡洋艦中に栄光され、更新で佐世保に帰島、修理は呉で約3ヶ月間かけて行われた。修理後、1934年11月からは暁、響き、雷、 前の姉妹艦4隻で第6駆逐隊を編成し1940年昭和15年11月第1艦隊第1水雷戦隊に編入。まもなく11月から1941年8月まで石川島造船所で特定修理が行われ93式単身儀と91式砲威反を装備した。その他、 二番煙突後方に一機装備されていた13ミリ連装機銃の96式25ミリメートル広角機銃への換装も計画されていたが供給問題により換装は実施されず、後のガダルカナル島の戦いの時期まで13ミリ連装機銃が唯一の対空兵装であった。この状態で太平洋戦争を迎えた。電は12月4日から香港攻略戦に参加。 ついで九百四十二年、昭和十七年一月九日からは、メガド攻略戦に参加するが、一月二十日、ダバオ湾港付近で、特設運送船、旧カテ仙台丸、日本水産、四百七十二トンと衝突し、翌二十一日に工作艦赤石に横付けし、応急修理。さらに一月二十九日に、マコウ市に開港され、一月三十日から二月十七日まで、 マコー工作部で修理を実施した。修理後は、高尾市に開港され、2月21日に、従順洋艦妙高を護衛のため、高尾市を出撃、3月1日に、スラバヤ沖海戦に参加。イギリスの従順洋艦エクセターに魚雷を放ち、撃沈にたらしめている。この時伝では、沈みゆく敵艦に、敬礼との艦内放送が流れ、乗組員らが簡単で敬礼したという。 直後、エクセターから海に飛び込む水兵らが目撃され、竹内はじめ艦長の敵兵を救助せよの命令により376名のイギリス兵を救助した。まもなく、日本に向かい、3月26日に、クレ帰キ島を4月3日に、横須賀に開港、4月15日あるいは23日から5月18日まで、三菱横浜選挙で修理の後、 横須賀でも5月20日まで修理が行われた。この5月20日に、北方部隊所属となった後、先に整備と修理を終えた赤月、響き、雷の後を追う形で5月22日に、横須賀を出港して、道の区湾に向かった。北方海域での電話まず、第五艦隊、細海星郎中小機関従順洋艦ガチ、空母竜城などの本体水蒸気部隊及び、 輸送部隊の護衛に任じ、7月1日府で水上機部隊に編入、特設水上気母艦カミカワマルの指揮下に入った。しかし7月5日、駆逐艦のコビがアメリカの潜水艦トライトンの来撃で撃沈された。救援に赴いたデンはコビの生存者36名を収容、さらに撃ち込まれた魚雷3本を回避した後爆雷9個を投下して反撃した。 7月7日府で電話、輸送部隊に編入。7月10日から15日の間は、キスカ島攻略に従事した、特設運送船アルゼンチナ丸、大阪商船、12,755トンを、キスカ島から横須賀まで護衛した。この作戦中の6月12日、両艦の響きは、アメリカ軍機の空襲で大破。修理のためしばらく戦線から離脱した。 一方の電話7月31日まで停泊の後、7月5日にアメリカの潜水艦、グローラーの来撃で大破した霞の救援中の雷から任務を継承するため横須賀を出港。8月3日にバラムシル島、片岡湾に到着して霞の救援を開始する。8月5日に霞を栄光して片岡湾を出発し、8月9日に 石狩湾に到着して、特設運送船、旧湯富士山丸、飯野正寺、9527トンに霞を託した、後バラムシル島に戻り、同じく、フロムラーの攻撃で大破した白縫いの救援のため、キスカ島に向かった。8月15日から20日まで白縫いの栄光にあたり、その後は、大港方面で活動した。だが、ガダルカナル島の戦いが、 緊迫化するに伴って、8月28日付で、第三艦隊、ナグモ叩かず中将配属となり、南方へ回ることとなった。これに伴い、デン、赤月、雷は8月29日に、大港を出港して、クレに向かった。クレに開港後、デンは、瀬戸内海西部で、第二航空戦隊、角田各自少将の空母、費用及び巡洋と訓練を実施した。 10月4日、デン、磯波は費用、順洋を護衛して、クレを出撃し、10月9日に、トラックに到着。カダルカナル島の戦いに加わる。10月20日深夜、空母費用で、機関室火災が発生して、戦闘公開不可能となり、機関任務及び艦載機を順洋に移乗、デン、磯波は費用を護衛して、トラック白地へ向かった。また、戦団護衛任務に従事した。 11月9日、ガダルカナル島、ヘンダーソン飛行場砲撃に向かう停進攻撃隊に、俗死トラックを出撃。停進攻撃隊の戦力は、戦艦飛衛、霧島、慶順ながら、駆逐艦天津風、摂風、寺沈木、赤月、雷、電、朝雲、四水戦機関、村雨、寂だれ、夕立ち、春雨、しぐれ、白露,露、夕暮れで、しぐれ、 白露、夕暮れは、ガトー、ルッセル諸島関係会のため野戦には参加していない。11月12日深夜11月13日未明、ノーマン・スコット少将率いるアメリカ海軍の巡洋艦部隊、従順2、軽巡3、駆逐艦8との間に、第3次ソロモン海戦が正規された。本野戦において、第6駆逐隊から、姉妹艦の暁が沈没。 雷が大破した。三番艦として行動していたデンは、断片で、魚雷発射艦動力電路切断という軽微な損害を受けた。この後、霧島、朝雲、春雨、デンの一軍となって、戦場を離脱した。デンは、魚雷六本と、手五十四発を発射。残魚雷十一本、手砲残弾四十六発。雷撃により、防空巡洋艦一号沈。 砲撃により、防空巡洋艦一中波、巡洋艦一小波という戦火を報告した。一連の野戦で、暁以外に飛え、夕立が沈没、天津風が中波している。電管部は、単焦灯を照射した機関の飛えが、集中砲撃を受けて、航行不能、後自沈したことを踏まえ、従来の野戦戦術に対して、最高を要すと提言している。 一旦がダルカナル島海域を離脱した後、前進部隊、指揮官、近藤の部第二艦隊司令長官、機関、アタと合流した、霧島、伝統は、燃料補給を受けた後従順やアタ及び、近藤長官時期卒下で再び、ガトールン白地へ突入、ガトー飛行場砲撃を行うことになった。ガトー砲撃隊の編成は、射撃隊、砲撃隊、アタ高尾、霧島、 四戦隊直江、ながら、天、さみだれ、霧島の上、朝雲、白雪、初雪、寺静き、相当隊、川内、三水戦機関、四季並み、浦並み、綾並みに区分され、戦艦1、従順2、軽順2、駆逐艦9であった。11月14日、深夜、ウィリス・エイリー少将を率いるワシントン、サウスダコタの二戦艦と駆逐艦4隻が、 近藤艦隊を迎撃し、第三次ソロモン海戦となる。第十戦隊司令艦指揮下の、ながら、サミダレ、デン、白雪、初雪は、サボ島西方を通過して南方へ進出、敵巡洋艦1、駆逐艦3、後に戦艦2隻と報告に対し、来撃戦を完工した。この時、デンは、魚雷4本を発射。米駆逐艦も応戦し、魚雷2本が、 デンの艦艇を通過している。魚雷発射後、10戦隊部隊は、サボ島北西に被体しつつ、魚雷の次発装填を行った。その後白雪、初雪、デン、サミダレは、米新型戦艦に大撃戦を観光し、初雪が、魚雷3本、デンが5本、サミダレが5本を発射するも、ワシントン、サウスダコタに、被害はなかった。14日夜戦でデンは、 魚雷合計9本、手砲81発、13mm 機銃400を発射。雷撃で大樹に一撃沈、砲撃で大樹に一中波を報告しているが、実際の戦果は不明。アメリカ軍は、駆逐艦3層室、一石大破。それ以上の戦闘は正規せず、沈没した、霧島、綾波を除く近道艦隊は戦場を降り立つ。電話、 全身部隊と共に11月18日にトラックに帰討した。しかし、2日後の11月20日にはトラックを出港して、ラバウルに進出し、東部ニューギニアへの輸送作戦に従事することとなった。11月24日の第3回部内の輸送作戦を皮切りに、デンはマダン、ウェワクへの輸送作戦に参加した。11月23日夜、第2区隊司令に、 春雨、帰還、白露、ミ、磯波、早塩は、ラバウルを出撃。24日夜に、本半島で空襲を受け、早塩が、被弾、炎上する。春雨は白露に早塩処分を加齢。白露の砲撃で早塩が沈没した。デンは、各艦と協力して生存者を救助し、早塩乗組員28名を収容している。揚陸作戦は失敗し、 25日にラバウルへ戻った。12月1日午前0時、第8駆逐隊司令指揮下にアサシオ、磯波、電話、船は、輸送のためラバウルを出撃する。アメリカ軍を大型爆撃機の必要な空襲に、悩まされた上に揚陸地点で大発動艇部隊との連絡がかず、2日未明に一部物件を揚陸したに、とどまった。電。 朝潮は B-17 と交戦して撃墜された遊軍航空機搭乗員1名をそれぞれ救助した。B-17 や B-24 の脅威にさらされた電では効果のない 13mm 機銃を即に 25mm 機銃に乾燥したいと要望している。12月8日早朝、第10区畜隊指令式下に封雲、遊具も朝潮、荒潮、磯波、電は、 船輸送を実施すべくラバウルを出撃する。B-24 の空襲により朝潮が被弾した。軽巡天竜が救援に向かう中、外南洋部隊、第8艦隊の加齢に従い輸送駆逐隊は反転。B-17 重爆の亡きの空襲で、磯波が資金弾を受けるが、それ以上の損害はなく16時45分ラバウルへ、戻った。12月11日夜、風雲。 ユーグモ、アラシオ、イソナミ、デンは、船輸送のためラバウルを出撃、ニューアイルランドとカビエンで待機するクマノ、スズヤ、モと交流する。風雲、ユーグモ、イソナミは、従順クマノから、アラシオ、デンは、従順、スズヤから、燃料補給を受けた後、迂回航路で船へ向かった。途中、輸送隊の援護、紹介を行っていた一式陸上攻撃機が、 B-24 と交戦し不治に、電話登場員8名を救助した。14日のブナ揚陸は成功したが、空襲で荒潮に数名の死傷者を出している。同日夜、輸送隊はラバウルへ戻った。12月中旬、日本軍はニューギニア方面作戦を進展させるため、ニューギニア東,東部のマダンとワク攻略作戦、無謀作戦を発動する。主体、鳥海、 支援隊、熊野、鈴谷、東部ニューギニア方面護衛隊、天竜、上枠攻略部隊、県雲、遊具も、風雲、成長丸、マダン攻略部隊、嵐尾、両風、電、磯波、愛国丸、五国丸、母艦航空隊、巡洋、阿賀野、磯風、浜風、拓区間一という兵力部署が決定。各隊は12月16日。 トラック白地やラバウルを出撃し、それぞれの攻略目標へ向かった。上枠攻略隊の作戦は成功したが、マダン攻略隊は12月18日の空襲で、五国丸が、被弾、さらに揚陸中、アメリカの潜水艦、アルバコアの来撃で、軽巡天竜が沈没した。第18戦隊機関は磯波に変更された。このような被害があったものの、マダン揚陸は概ね完了し、 攻略部隊は20日午前中になって、ラバウルへ戻った。キロ、デンは B-24 と交戦して撃墜された例式、環状戦闘機の搭乗員を救助した。12月下旬、外南洋部隊は、ガトーへの輸送を強化するため、ニュージョージア島のムンダ飛行場を中心に、バングヌ島、ウィックハム、ラッセル諸島、ガトーカミンボーに、防空基地を設置することにした。まず、 ウィックハム基地建設から始めることになり、第17区地区隊司令指揮下の谷風、浦風、磯波、嵐を、夕暮れ、でが、陸兵武士を搭載して26日夕刻、ラバウルを出撃する。ショートランド白地を経由して27日夜の、ウィックハム揚陸に成功、翌日朝にショートランド白地へ戻った。12月30日、外南洋部隊増援部隊指揮官。 第二水雷戦隊司令官は、田中雷蔵少将から小柳と三次少将に交代し、小柳少将は遊雲型駆逐艦長派に正規を掲げた。1943年、昭和18年1月2日午前11時、第二水雷戦隊は警戒隊、長派、荒潮、両風、甲風、巻波と輸送隊、親潮、黒潮、影楼、磯波、 デンという戦力を揃え、各艦にドラム艦を搭載して、ショートランド白地を出撃、ガトウへ向かった。遊国、アメリカ軍小型機、約二十の襲撃を受け両風が資金弾により損傷。デンは両風を護衛して輸送隊から分離し、一月三日、早朝ショートランド白地へ戻った。両風、電がかけたものの、鳥海、鈴屋、熊の所属水上偵察機体の活躍もあり、 輸送作戦は成功した。この輸送作戦実施直前の12月30日府で、デン、磯波、有明、夕暮れは、外南洋部隊から、前進部隊への復帰を加齢されていた。1月6から7日、駆逐艦電、磯波、有明、夕暮れ、甘霧は、空母随格、戦艦道の区、従順鈴屋を護衛して、トラック白地を出発。随格隊は、 クレへ向かい、道の区、デン、磯波は1月12日に横須賀に帰島。1月17日から2月5日まで修理が行われ、環境前に13ミリ連装機銃1機が装備されたのは、この修理の時とも推定されている。1943年、昭和18年に1月30日、デンは北方部隊に編入され、低止輸送部隊に属した。 2月から3月中旬までは、バラムシル島周辺で行動し、2月20日には、第一水雷戦隊機関の慶樹阿アブクマ、司令官、森友和少将ともに特設巡洋艦淡溜丸、日本優先、7397トンを護衛し、キスカ島への輸送作戦を成功させる。3月23日には、第五艦隊主力とともに特設巡洋艦先行丸、日本優先、 7398トンと陸軍輸送船先止まる日本優先9245トンを護衛してバラムシル島を出撃してキスカ島に向かう第5艦隊は3月27日にソック・チャールズ・マクモリス少将のアメリカ艦隊と遭遇してアッツ島を機械がは正規する第5艦隊司令長官細海母司郎中将 機関、ナチが指揮する日本艦隊は、主体、第21戦隊、ナチ、マヤ、タマ、第21駆逐隊、若葉、初下、護衛部隊、第1水雷戦隊、アブクマ、第6駆逐隊、雷、電、ロー戦団、アサカマル、サキトマルという、従順二隻、軽順二隻、駆逐艦四隻だった。一方、チャールズ・マクモリス少将指揮下の米艦隊は、 十順二、軽順一、駆逐艦四だった。デンは、海戦の直前に、先行丸、先と丸を護衛して、北西方向に進路を変え、海戦自体には参加しなかった。デンに、戦火はなかったが、那智、マヤ、タマ、アブクマ、若葉、初霜、雷の戦闘は地節そのものだった。デン側は、戦闘に参加した第5艦隊各艦の消極的姿勢を強く非難している。 その後は、北方海域を離れて4月16日に、横須賀に帰島し、30日まで整備が行われた。この間の4月1日、第6駆逐隊は、新編成の第11水雷戦隊、木村進武少将に編入される。4月15日以降は内南洋部隊に転属して、日本本土とトラック間の戦団護衛任務に従事することとなった。5月5日に、 トラックに進出する練習寿命館、カトリの護衛が内南洋部隊での初任務であり、以降12月までの間、雷とローテーションを組んで、横須賀とトラック間の船団護衛任務で7往復、平均して1ヶ月あたり1往復と4分の1回のペースで船団護衛任務に明け暮れた。任務の合間を縫って10月6日から24日まで、横須賀海軍交渉で修理を受ける。 11月に入って護衛任務に戻り、12月には陸軍部隊をトラックから草い島まで輸送。12月27日に響きと共に空母費用、流砲を護衛してトラックを出港し、年改まった1944年、昭和19年1月2日に、呉に到着した。1 9 4四年一月六日、電話響き、薄雲と共に、 マニラへの航空機輸送任務を行う空母海鷹、神鷹の護衛のため再起を出航するが、神鷹の機関部長により輸送作戦は一時中止となった。12日に、神鷹、薄雲外して再度再起を出撃し、1月16日にマニラに到着。以後シンガポール、タラカン島、パラオを経て2月11日にトラックに到着し、 二日後の十三日にトラックを出港して十九日にクレに帰島した。二月二十三日からは空母千代田による輸送作戦の護衛にあたり、特設運送船、旧油、国用丸、国用、帰船、一万二十六トンを加えて三月一日に横須賀を立ち、サイパン島、グアム、パラオ、バリクパパンと帰港。その途中の三月十八日には、たびたび近海で、 アメリカの潜水艦ガンネルから発見されるが、ガンネルも9000ヤードより距離を縮めることができず、電話、響きと共同で16発の爆雷を投下して、ガンネルを追い払った。バリクパパンで燃料補給の後、投進してパラオに向かう、途中の3月22日に再びガンネルから発見されるも、1万1000ヤード離れて15ノットで、航行されては、ガンネルにとっては、 手のつくしようもなかった。3月27日に、パラオを出港してサイドバリクパパンに向かい、旧ユノのチダバオに向かった。その後は4月4日に、ダバオを出港して4月10日に、クレに帰島。響きとともに、クレ海軍交渉で4月10日から30日まで、修理を行うが、この時に2番砲塔を撤去したものと推定され、25ミリ、炭装機銃2機が増備された。また、 この修理までに25ミリ連装機銃2機の装備も行われた。だが修理中の4月13日、姉妹艦の雷がメレヨン島付近でアメリカの潜水艦ハーダーの乱撃で撃沈さ、総員戦死した。第6駆逐隊はデン、響きの2隻となった。修理を終えた後の5月3日、デンは同じく修理を行った響きとともに、六61戦団に加入し、 六津良島沖を出撃。5月9日に、マニラに到着後、船団加入船のうち3隻の特設運送船、旧湯、日江丸、日東汽船、121トンと、立川丸、川崎汽船、190トン、あずさ丸、石原汽船、122トンは、第1機動艦隊、小沢寺三郎中将への補給任務のためマニラで、日61船団から分離し、 響きと共に護衛に当たることとなった。5月11日にマニラを出港してバリクパパンに向かった。3日後の5月14日未明の私物海峡で紹介中のアメリカの潜水艦ボーンフィッシュが距離7000ヤードの彼方に3隻のタンカーを発見し戦闘配置を礼する。護衛を2隻の響きクラス駆逐艦と正確に判断した。 ボーンフィッシュは3番目のタンカーを目標に魚雷を6本発射する用意を得たが5本目までは発射できたものの6本目の魚雷は発射管の故障で発射できなかったその頃デンは響きと位置を交代したばかりであったそこにボーンフィッシュからの魚雷が接近した魚雷は電のチューブと後部に1本ずつ命中し電は右舷側に45度に倒れて後部は2つ折れとなり まもなく沈没した。殿場員のうち時は駆逐艦長以下169名が戦死したが、121名は響きに救助された。生存者の中には、第六駆逐隊関係者も含まれ、第六駆逐隊の軍以上であり1952年、昭和27年にアリチアミンを発見した藤原元天もその一人である。同年6月10日、駆逐艦伝、雷、 天霧は初雪型駆逐艦から除籍された。同日府で、慶順夕張は、軍艦席より、雷、電、周雲、天霧は帝国駆逐艦席より除籍された。赤月、雷、電の相次ぐ喪失で、第六駆逐隊は、響きのみとなり、雷、電の除籍と共に、第六駆逐隊も解体された。一方、電を来撃した。 ボーンフィッシュはタンカーを撃沈したと判断し、元陽丸型タンカー一石撃沈と報告し、当時の戦火認定でも報告通り、元陽丸型タンカー一石撃沈の戦火が認定れた。ボーンフィッシュのこの時の戦火が、タンカー撃沈ではなく、電が撃沈であると認定されたのは戦争終結後の1946年のことであった。なお、ボーンフィッシュは1945年、 昭和20年6月19日に、富山湾沖で撃沈された。岩手県森岡市聖樹前寺のロータリー内に37回聞くようの慰霊碑が混流されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。